八木邸新選組とん初期、八木玄野城明治36年12月21日は、江戸時代末期の山城国くずの群三部村の苗字立分けを許された冬豪氏。八木家十代目当主、玄野城は通称、意味名は王春。本姓は草壁氏であることから、阿村としての正式な名乗りは草壁王春。文化十一年、三部豪氏の八木家九代目。 八木王女の長男として生まれる。天保七年、父が死去すると家督を継いだ。文久三年、老仕組が江戸より上落した際に、八木家を宿の一つとする。その宿泊メンバーが、芹沢かも、近藤勇、肘方と志蔵などであり、後に、三浦老仕組を結成、ついで新選組となる。新選組が結成されてからも、 八木邸は、トンとして使われ、トンが、西本願寺に移る際には、肘方歳三が、大使たちを連れて、挨拶周りに来たという、明治36年、死去、去年90、昭和初期、下沢博の取材によって、息子、ため三郎が、父の遺談を伝え、下沢の著書、新選組遺文に収められた。八木邸は現存し、 セリザはカム暗殺事件の時に付けられたとされる、刀傷などが柱などに残っている。ありがとうございます。